すさノオ神社の湯立てかぐら湯立てかぐらは、日本の伝統的なかぐらの形式の一つ。釜で湯を煮たぎらせ、その湯を用いて、神事を取り行い、無病息災や、五国法上などを願ったり、その年の基調を占う神事の総称である。別名を湯かぐらともいう。競技には、かぐらの名が示す通り、綿や装束をつけた舞手がか舞を用いて、奉納の舞を踊る神事のみを指すが、 講義には、偶児や神職による釜湯を使った単純な儀式の形式をした湯立て神事も含んでいる。同じ湯立て神楽でも神社によってかなり違いがあり、玉串に見立てた枝葉を浸して湯をまくものや、素手で煮え湯を払うようにして巻くもの、全国的にも珍しいご神体を湯につけるものなど、様々である。中には釜湯の中に米やおみきなどを入れるものもある。 また、海辺の神社では釜湯に海水を使うところもある。いずれも巻かれた湯を浴びると、無病息災になるとされる。また、神社によっては釜湯を飲むと、無病息災になるとされているところもあり、瓶などに詰めて持ち帰ることのできるところもある。ありがとうございます。